皆さんこんにちは、エンターアートの大阪ゆかりです。先ほど私が、演出振付出演します、来年1月11日と12日に上演する舞台チェリーを3つ入れてくださいのクラウドファンディングが終了しました。クラウドファンディングサービスキャンプファイヤー上で、この舞台の制作と、上演の、資金集めを行っておりましたのが先ほど終了しました。終了して、今日何回もやっていた、インスタライブを終えたところでございます。皆様ご支援いただきありがとうございました。約1ヶ月の、募集期間で135人の方にパトロンになっていただき、166万8千円ご支援いただきました。皆様本当に応援ご支援ありがとうございます。ご支援のみならず、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどでたくさんの方に、情報を拡散していただいたり、あともっとここはこうした方がいいんじゃないとか、こういうところが分かりづらいよとか、そういうご指摘もアドバイスしてくださったりした方もたくさんいて、本当に本当に感謝しています。ありがとうございます。この、クラウドファンディングは、終了したわけですが、私たちのこのチェリーを3つ入れてくださいのプロジェクトはここからが、本当のスタートです。チェリーを3つ入れてください、ロックとダンスとマルチメディアがコラボして、地元兵庫県のアーティストを多数フィーチャーしてお送りする、新作舞台作品です。いろいろなジャンルのアートがコラボすることで幅広くたくさんの、お客様に楽しんでいただける舞台をお届けしたいと思っています。今から具体的な、舞台美術とか映像とかの具体的な制作も始まりますし、リハーサルも12月中旬から、始める予定ですので、皆様、引き続き応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングサービスの、リターンでチケット付きのリターンをお求めくださった皆様とは、2020年1月11日と12日の公演でお会いできるのを楽しみにしております。それぞれのアーティストの良さを生かして、それに加えて普段は見れないような、普段ね、それぞれのジャンルでは見せないような、アーティストの一面もお見せできるような、舞台にして、たくさんの方に楽しんでいただけるような作品にしたいと思っていますので、皆様、楽しみにしていただけると嬉しいです。今後とも私たちエンターアートの、チェリーを3つ入れてくださいをどうぞよろしくお願いいたします。この度は本当にご支援応援いただきどうもありがとうございました。この動画がよかったよという方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともこのキャンプファイヤーでもお伝えしている通り、このチェリーを3つを通して、SNS やYouTube や、さまざまな、メディアを通して参加してくれる兵庫県のアーティストを、地元だけでなく世界へ発信していきたいと思っていますので、皆様今後も、楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。エンターアートの大阪ゆかりでした。この度は本当にありがとうございました。